ベトバカ書いてのはどちら様、笑われた分だけやりかせ、今に見てのと手に取ったものは爆弾やナイフなんてもんじゃないけど、一切がさ今後どうなったって約束しよう、背中の値札を引き剥がせ、ハイライみたいな毎日だけど捨てるのはまだ早いだろ、今日も立ち震えながら終点駅のホームで、明日の僕がまだ待っている、わがままで呪わな春日のお迎えを、どうせいくら経ってくる我が空飛ぶよ、きっと何年経って機械が食べれども、何だって言いたいんだ、目見て言う前に心の傷口を治してくれ、あんな空でミサイルが飛ぶのなら、そんなもので幸せを買うのなら、優しい人にならなくちゃ、僕は僕を好転していけるかな、頭を上げて前向けと言われても、暗闇が前も空想もないな、一人でいれど二人でいれど、この句は孤独に変わりやしねえ、死にたいとかそんな歌を歌って、またそれか得意を迎えたじゃけれども、それほどのことしか口から覚える言葉がどうしても見つからないや、僕はまたこうして冷静に吸い込まれる、明日が来なければいいのにな、最終列車の汽笛がうるさく鳴り響く、どうせ愛なんて過酷って強がっても、きっと凡人じゃやましさに襲われて、どない現状の僕はそっかいどうしようもないな、うるさいなお前なんてなぎらいな、あんな空でミサイルが飛ぶのなら、そんなもので命が飛ぶのなら、優しい人にならなくちゃ、僕は僕を好転していたい、優しい人にならなくちゃ、心がかじかむ前に